ドッグソングアンダーテイル。さあ、ドッグって書いてある。さあ、そして最初はレール演奏の準備みたいな感じかな。いや、これはね、まさかの、まさかの犬の曲を題材にするとは思わなかった。よくさ、アンダインとか、アズゴアとかさ、フラウィーとか、あの辺はすごいいっぱい見るけど、いや、まさかの犬を題材にするとは、これは面白い。楽しみ。さあ、この辺は調整をしていて、そろそろ始まるのかな？そろそろ曲が始まる。犬の曲、ドッグソング。ほい。あれ、流れない。おっと？いや、ちょっと待って、再現度高すぎない？再現度高すぎないかな？あ、骨がある、骨がある。ドッグソング再現高すぎる。これ、ハートの形おしゃれ。めちゃめちゃ再現度高いんだけど。犬の中、ちゃんと鳴き声がちゃんと聞こえるんだけど。いや、これすごくないこれ。さあ、キノコがいっぱい。よいしょ。この辺は探索して、10コインゲット。ここも10コインゲット。ハートがこのところにある。ここはコインがいっぱいか。ここはコインがいっぱい。さあ、右に行くと、あ、出た、犬ちゃん。出た。犬ちゃんじゃん。どうも、こんにちは。メモコインを取って、右に行く。これは？これは？あ、これパピルス。パピルスでしょ、これ。パピルスだね。セットで出てくるんだね、セットで。特別な必殺技を防いだ犬ちゃんとセットで出てくるんだ。よいしょ。コインを一応集めて、よいしょ。この辺もちゃんと集めて探索をしながら、積むことはないもんね。積むとかなさそうだよね。大丈夫だよね。いや、これさ、ちゃんと犬の声も入ってるんだよね。いや、クオリティが、なんでこの曲にしようと思ったかは全くわかんないけど、クオリティがすごい高い。よいしょ。OK。よいしょ。OK。これで全部取れたので、これでゴールかな。いや、すごいよね。まあ、アンダーテールさ、主流というか、メインの戦闘曲以外にもいい曲いっぱいあるもんね。さあ、これで入って、ゴールができると。最後はサンクスが落ちてくるのもおしゃれ。いや、いいですね。なんか、アンダーテールとかやっぱりちゃんとやった後に聞くとすごくやっぱり面白く感じますね。はい、皆さんもよければ遊んでみてください。ミュージックアンダーテール Once Upon a Time。 よいしょ。これはハートがいっぱい並んでる。ハートがいっぱい並んで、あ、ちゃんと上の方に探索要素もあるのが好き。よいしょ。さあ、そしてよいしょ。さあ、降りていくと、さあ、レール演奏。これはアンダーテールのオープニングの曲ですね。よいしょ。この子にハートが、よいしょ、あふんが仕込んであった。よいしょ。いや、すごいよね。なんかレール演奏にね、初めてチャレンジされたって書いて、おっしゃられたんですけれども、そう、最初は、こういうちょっとずつのところから、ちょっとずつの繰り返しから始めて、順を追ってね、やっていった方が、やっぱり進歩も早いんでしょうね。そういうところを分かってらっしゃるのがさすが、よいしょ。さあ、そして中間が取れて、キャップゲット。いやー、懐かしい音楽。さあ、まず下に行って、いや、アンダーテールさー、クリアしたけど、マジで音楽いいよね。音楽マジでいい。あー、ちょっと。いやー、このコースは本当よかった。よいしょ。とても綺麗。よいしょ。この辺がね、うわぁ、ちょっと、こういうなんかハートの形を作ってたりとかさ、細かいところまで凝ってるっていうのがなんかすごいいいよね。なんかこう原作愛が伝わるよね。よいしょ。さあ、クコインを集めていって、
あ、こういうなんだろうね、決意かな、決意を集めていってるのかな、うしょ。さあ集めていって、うしょ。さあまた上に戻っていく、地上に戻っていく。そしてこっち。さあここで、これなんかあれだね、パピルスの骨みたいなのがある。さあそしてこれで鍵ドアに入っていくと。いや、演奏がすごくよかった。犬じゃん。犬ちゃん、よいしょ。さあ、あ、50コインありがとう。50コインありがとう。犬ちゃんかわいい。尻尾、よいしょ。よいしょ。目、あ、目がちゃんと光るようになってる。細かいところまでこだわりがすごいね。さあ、アンダーテールと、素晴らしい。いやー、素晴らしいですね。さあそしてデータフラミーデータ上にはいけないか、いけなそうだね、いけなそう。これが倒すと許すみたいな感じかな、許しましょう、よいしょ。はい、そして音楽がオッケー。さあここもハートになってる。そして、上の方に、こっち、リプレイ、リプレイって書かれる。もう一度遊ぶ。さあ、これで鍵ゲットと、サンズさん、こんにちは。へい。さあ、これでね、この作者のお話によると、2周目があるっていう話なんですよね。いやーすごい凝ってるよね、すごい凝ってる。よいしょ。2周目を遊ぶと P ルートに行けるっていうことかな。よいしょ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 、こっちコインコインコインと。さあオッケー。さあこっちでいいのか、こっちでいい、よいしょ。すると、あそこの鍵ドアにさ、鍵ドアに入れるっていうことなんだよね。2周目クリアしました。鍵ドアにでは入りましょう。そうすると、アズリエル。そしてこのお花畑。これ金色のお花畑だよね。いやー、こだわりがすごくいい。この辺でチャップもゲットして、コインもゲット。いや、やっぱり原作やってるとね、こういう原作愛がすごい伝わりやすいですよね。よいしょ、お花畑綺麗。よいしょ。さあトリエルさん、これがだから P ルートってことか。コインゲットやったー。さあこれでゲット、チャップゴール。いやー、これはすごく良かったですね。原作界も伝わって、かつレール演奏と、この見た目のクオリティと両方があってね、とても良かったですね。はい、皆さんも良ければ遊んでみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。